プロボーラーのクリピです。今日もね、龍が如く早速やっていきましょう。ハローアマで。おい。どうだったお前ら。ダメだ。今日も仕事にありつけなかった。俺もさ、畜生。やばい顔してんな、こいつ。もうなんか、プンプン匂いするで。めっちゃ蹴ってるやん、チャリ。人のちゃうの。松尾もそうだったけど、ここって結構荒々しいやつが多いな。仕方ねえよ。今のご時世、そう簡単に仕事は見つからねえ。ま、俺たちは腐らずに気長に構えようぜ。なんだ？もしかしてあいつ、足立じゃねえのか。本当だ、足立だ。なんで知られてんねん、こいつに。足立さんのお友達？いや。知らねえ顔だ。んだと？俺たちはお前に人生をめちゃくちゃにされたんだ。さてはお前ら、俺に逮捕された口か。異人町の窃盗団、浜のピンクパンサーを忘れたとは言わせねえぜ。なんだ。あ、そういや、昔そんな奴らを捕まえた覚えがあるな。いや、でももう20年以上前だぞ。てめえのせいで俺たちは前科持ちになっちまったんだ。おかげで仕事も見つからねえ。どう責任取るってんだ。待てよ。前科がついたのは足立さんのせいじゃねえだろ。お前らも刑事か。ちげえよ。俺たちは職探しに来ただけだ。こんな奴ら構わず取っといて行こうぜ。おー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 おお。待てよ、足立。今までお前、なんでお前まで職探してんだ。そりゃ警察を辞めたからに決まってんだろ。警察を辞めたってことはもう逮捕はできねえってことだよな。俺たちがお前、どんなにお前を殴ろうと。はぁ、あ、おいおい、お礼参りかよ。うんな元気があんなら職探し頑張れよ。せえ、こちら3人とも袋叩きにしまえ。おいおいおい、やっとお礼。くそ、いつか彼は返してやるからな。覚えてやがれ。これ絶対言うよな、悪人って。見当時代も華々しい奴らだ。しかし相手の顔も覚えてねえくれ、たくさんパクってきたんだな、足立さん。もう昔の話だよ。ただ、警察にいる間はこんな絡まれ方はしなかったんだけどな。これからこういうのも増えるのかね。マジかよ。俺、あんたと行動するの嫌なんだけど。どんなに束になってかかってこようが帰るうちにしてやるよ。さ、早いとこハロワに行こうぜ。OK、着いた。何の音これ。次、68番の方、はい、お、春日の番来た。まずね、服が綺麗になってるからね、これだけで好印象やろ。春日1番、42歳です。体力に自信があります。住所もあります。よろしくお願いします。まあそう気張らずに顔を上げて。え、あんた掃除のおっちゃん。よ、君は確かスナックのアルバイトを紹介したホームレスの。そうか、住む場所が見つかったのか。ありがとうよ。あの時おっちゃんからバイトを紹介してもらったおかげだよ。そりゃよかった。ところでなんでそんなとこ座ってんだ。なぜって、そりゃこっちが本職だからね。所長って書いてある。所長。え、所長、所長。あんた、いや、あなたここの所長さんだったんですね。所長さんよ、割のいい仕事を都合してくれねえか。仲間が増えたのか。おう、パーティーが増えて3人になったんだ。パーティー？春日君はゲームが好きなのかい？ああ、特にドラクエが好きでよ。ドラクエか。ドラクエはいいよな。私も好きだよ。さて、じゃあ君たち勇者一行が何にジョブチェンジできるか見定めとするかね。何卒ごひいきに。言っておくが、前回君たちに手心を加えたのは特例だよ。若いホームレスが自立できるかどうかテストしたくてな。だが自立した以上、ここから先はここのルールに従って仕事を斡旋する。ルール？簡単さ、君たちの実力や経験を見て判断するってだけだ。ドラクエだってそいつのレベルとか適性で何に転職できるか変わったりするだろ。それと同じ、人生ってのは RPG と結構似てるんだよ。なるほどな。で、俺らの実力と経験でチェンジできるジョブってのは、刑務所帰りにホームレスに、懲戒免職されたばかりの警察官、
うん、今の段階で君たちに斡旋できる求人はこれだけだね。でもあんねや。正社員、特殊浴場ってことはソープランズってことだ。ちょっと待ってくれよ。この2人は分かるが、彼にも俺は元警察だぞ。足立さんの履歴書によるとずっと独り身者だよね。そう、それが何か。この年まで清廉潔白に独り者を貫けるほど女性受けが良かったようには見えないが。なんだって。いや、まあ客として行ったことぐらいはあるけどよ。とにかく今の君たちに必要なのは職歴だ。それに特殊浴場だからといってそんなに甘く見ちゃいけない。ここの店長さんは癖の強い人だからね。採用されるかどうかは君たち次第だ。頑張りたまえ。よ。オーケー、バシッと面接決めてくるぜ。気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い。ガチの変質者やって。おっさん相手に何してんねんて。サブストーリーその筋のもの。よ、なんだこいつ。変質者だな。間違いない。この町はこういうイカれたやつもたくさんいるんだよ。なるほど。やるぞ。しかもやるなら女性にやれよ。まったく何が楽しいんだこいつは。どんだけどん底の町なんだよここは。まあ時期になれるさ。こんなのに慣れたかねえよ。間違いない。ほうほう、こいつは珍しい。あ、やはりこれは俺の図鑑には登録されていない種類だ。登録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 。何にするか。コウモリ男とかでも悪くないが。すげえ顔やな。おい、何してんだ。あ、ああすまん。この辺でなかなか見ない輩だったからな。つい夢中になっちまったよ。顔すごいね。顔。おっさん、何者だ。俺はドクター森笠、辻門博士と呼ばれてる。その通りやな。辻門博士、なんだそりゃ。気になるか。なら近くに俺の研究施設がある。そこで話そう。貴重な辻門のデータ入手に協力してくれた礼にお茶菓子でも振る舞わせてもらおう。お茶菓子だってよ。行ってみようぜ。だけどそこそこ引っかかるの。めちゃくちゃ怪しいぜ。食えるもんは食える時に食わねえとこの町では生きていけねえぞ。ただより安いものはねえんだ。ほら行くぞ。やっぱりここ分かったよ。ホームレス時代のあれが強いな。無所通称辻門センターだ。いや、ポケモンセンターよ。ただの雑居ビルの一室じゃねえか。さて辻門について聞きたいんだったな。説明してやろう、うん、辻門とはその筋のものという意味だ。筋のもの、筋門、筋門。フジモンみたいに言うなよ。ああポケモンみたいに言うなよ、まあ、要は危険な人間のことだな。俺は下手に絡んだらボコボコにされるような危険な人間を筋門と呼んでる。なんだか語呂もいいしな。で、あんたなんでその筋門のデータを集めてんだ。それはこの世界の平和のためだ。どういうこと。平和この世界、特にこの偉人町は危険な人間が山ほどいる。チンピラから変質者まで山ほどな。確かに。だが実際にどんな種類の危険な人間が何種類この世の中に存在するのか、お前らは答えられるか。ああそう言われると答えらんねえな。だろう。多くの人が危険な人間がどんなタイプの見た目で何種類いるか具体的に答えられない。いやそりゃそうや。そしてそれがわからないがゆえに今も誰かが危険な人間に近寄り危険な目に遭っているんだ。
だから俺は危険な人間がどんなやつで何種類いるか正確にデータとしてまとめ上げることで一般人が危険に巻き込まれる機会を減らしたいと思ってる。なるほど。なるほどな。おっさん、うさんくさい割にはいいこと考えてんじゃねえか。だが、なんでそんなことを始めたんだ？気になる気になる。まあ、過去にいろいろあってな。俺はとにかく平和な世の中を作りたいんだよ。その気持ちに嘘はねえ。データの収集はどれくらい進んでるんだ？それがな、データを収集するために危険人物に近づくと俺が喧嘩に巻き込まれてしまうという最大の問題があってな、なかなか進んでいないんだ。まあそりゃそうだな。そういうこと。はあ、困ったぜ。どこかにすぐに危険に巻き込まれそうで、なおかつ巻き込まれてもまあ大丈夫そうな屈強で気さくなやつがいればいいんだが。ここにおるやん。ここに。遠回しに言ってるやん。熱烈スカウト来てるって。じゃあ俺らはこれで。いや、熱烈スカウト来てるって。うん、視線めっちゃ来てるって。なんだ、まさか俺たちに筋もんのデータを集めろとか言うんじゃ。勘がいいやつは嫌いじゃない。別に無理に戦えとは言わない。戦うことになってしまった時に情報を登録してくれるだけでいいんだ。どうせお前らみたいな連中は何も意識しなくても悪い奴らと頻繁に戦ってるんだろう。その通り。ならついでに協力してくれても罰は当たらないんじゃねえか。とは言ってもな。頼む。辻門図鑑の完成が一般の人たちの平和につながる。完成の暁にはお礼も出させてもらう。どうだ、お願いできねえか。お礼だってよ。やってやるよ。一番。俺に押し付けるなよ。ダグ、分かったよ。確かに誰かのためになるってんならこっちに損はなさそうだしな。ありがとう、恩に着る。よろしく頼むぞ、春日さん。で、登録ってのはどうやってやりゃいいんだ？まあ簡単だよ。まずは俺の作ったアプリを入れてやろう。スジモン図鑑アプリが追加されました。さて、あとはスジモンの登録の仕方だが、百聞は一見にしかずとも言うし、実践で試してみるか。おう、出てこいや。うん、いかつすぎる、いかつすぎる、いかつすぎる。なんだこいつら。登録の仕方を教えるために俺が用意した助手たちだ。さあ、どの色がいい？色って。赤か、青か、緑か。ああ、よくわからねえが、そうだな。赤やろ、やっぱり。自分と同じカラーの。赤で。赤だな、わかった。よし、お前らは赤のサポートに回れ。いかついな。さて、じゃあ登録の仕方を教えるか。え、もしかしてこいつらと戦えってのか。そうだ、そのアプリは敵を倒すと自動的に登録されるようになっている。こいつらを倒して図鑑に登録してみせろ。そういうことか。むちゃくちゃだな。ほんまむちゃくちゃ。さあ行け。登録の仕方を体に叩き込んでやるんだ。上からなんかお願いしてんのかわからんし。謎の男たち。スジモンゲットだぜ。見事だ。お前らを選んだ俺の目に狂いはなかった。その実力ならきっと危険人物を山ほど登録できるはずだ。そいつはどうも。で、これで登録されるのか。まあ、ほらアプリを開いて見てみろ。赤いスジモン、緑のスジモン、青いスジモン。こんな感じでいろいろなスジモンを倒してデータを集めてくれ。イエスさ。集めた数により報酬は用意させてもらう。
ある程度集まったらこちらからメールするから報酬を取りに来てくれ。イエスサー。なんだか面倒なことに巻き込まれちまったな。ああ、報酬ももらえるみたいだし、やってみりゃいいじゃねえか。俺たちは贅沢言える身分じゃねえんだからよ。確かに。まあそうだな。それじゃこの世界の平和のためによろしく頼んだぞ。目指すぞ辻門マスター。いや、ポケモンマスターやから絶対ポケモンマスターやから。じゃあね、今日は一旦これで終わりましょう。ちょっと次回ね、チャンネル登録してもらって、ぜひね、続き見ていただければと思います。じゃあね、今日はこれで終わります。 Twitter のフォローお願いします。チャンネル登録、高評価お願いします。コメントもぜひ書いてください。ありがとうございました。バイ。